えー、ブサモテさんいやー来ちゃいましたね <laughs> 恋愛横山健横山健来ちゃいましたね <laughs> いや横山健さんすごいですからねもう相当長いですよマジであのねもうまあやっぱ凡事徹底ですねもうひたすら凡事徹底ですね <laughs> そう恋愛アカデミーねまあこの,その恋愛とか、まあ、情報商材もその恋愛とあと女とすぐやれるみたいな これ結構ね、もうずっと昔から売れてるんですけど、このね、恋愛めっちゃいいと思いますよ。これきいろんなね、まあ、きその横山健さんって結構キャッコピーを勉強してるんで、結構グイグイね、こう攻める文章も書けたりする。だ今もわかんないですよ。ライターさん書いてるのかわかんないですけど、まあ、勉強してきてると思いますんで、古いんで。だか結構ね、えげついこの切り込んでるやつ、あのー、一緒になんか YouTube チャンネルやった時に、そのコンテンツのタイトルとかも結構その <laughs>、 いろいろちょっとねまあどこまでがラインなのか分かんないですけど、まあ、ちょっと攻めれるタイトルいけんじゃないかなっていう、うん、これはねすげえちょっとバズりますね間違いなくこれバズりますね間違いなくバズるまあ要はその結局エロなんですよ、まあ、その人間の原点はエロなんで 人間の原点はエロからエロロかかかららら僕たち生ままれてますから、まあ、ここの恋愛,恋愛に関するやつはちょっと YouTube チャンネルの名前を考えますけどこれめちゃくちゃいいと思いますね。うんめっちゃいいですよ。うん。そう。あとねあのこの恋愛とかその女性との性行為とかそのこういうやつで、まあ、ダイレクト出版を丸パクリにしたその、えー、なんとかライフ何だっけなの。えー そのなななんちょっと名前忘れてた。う <laughs> んとですね。まあその、情報商材ですよね。で、それを売って1億ぐらい稼いだ。一億、何千万か1億ですかね。そう。まあ、そういうの事例も知ってますし、誰、うん、だっけな。メディアもちゃんと作めっちゃ作ってるんですよ。なんだっけな、名前。 刺激ライフださすみません、刺激ライフ。刺激ライフ。刺激ライフ。な、な、刺激、刺激ライフ。そう、刺激ライフ。まあ、刺激ライフで検索してみてください。刺激ライフで、あれ刺激ライフのブログがこちら。あ、あった。刺激ライフ。刺激ライフの、このね、刺激ライフのセックス教材っていうのが一番いっぱいあるんですけど。 新しいの出てるな刺激ライフめっちゃ出してるんですよ。刺激ライフ。で、このメルマガね、すごいんですよね。ちゃんと作り込んでて、名前なんだっけな、刺激ライフの、あ、長寺さんかな。そう。刺激ライフで検索していただくと出てきますよ。ちゃんとね、コンテンツすげえ書いてるんですよ、コンテンツ。そう。 こ,れこここれめっちゃ儲けてますよここめちゃめちゃ刺激ライフはねすげえマーケティング要はこのセックス系のやつにそのしっかりとコンテンツマーケティングを入れてるんですよしっかりとガッツリとこれはね他のあんまないと思いますねこれ僕刺激ライフを知ったのがもう4年前ぐらいだと思うんですけどずっとやってますね、うん、メルマガちゃんとやって s h i g e k i l ライフ。ブログとかもすごいですよ本当に メルマガもちゃんとあのいコンテンツあるし。で、すごいです。うん。はい、まあ、いろいろな速球でこういけるんじゃないかなと思いますんで、頑張っていきましょう。はい。まあ、ここはほんま永遠の悩みですから、永遠の悩みなんで、いろいろな切り込んでいけると思いますんで、楽しみですね、僕も。はい。ということで、メールの方でご返信お待ちしております。頑張っていきましょう。ありがとうございます。